どうもおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も古竜と戦っていきますね。今日は目の前にいるね、ちょっと待って、できればバックアタックで行きたい。行ったね。あ、無理だった。行けるとき行けるんだよ。行けるとき行けるんだけどさ、うわー難しいね。ネルギガはもう一番最初戦った時に絶望したね。なんだこいつはって、何度も何度もやられた。でまあ試行錯誤して1時間ちょっとぐらいの激戦の中でようやく倒せた。二度と戦いたくないと思ったの。でもレベルが上がってきた時にまあなんとかね、なんとか戦えるぐらいになったんで、よかったかな。まああれからね、多分戦闘の仕方もだいぶ変わったかな、と思うし。なんで、あ、自分、俺に攻撃か。このね、ちっちゃなサインみたいなのを見逃したら、もうほぼ終わるから、終わらせないように行こう。こいつの大技をね、回避しないとどうしてもやられるのね。大技は絶対回避すること。それが重要。で、このトゲが出てきたらパワーだ。パワーで、ここで絆技使っちゃうと次、攻撃した時に合わせれなくなるんで、翼でスピードでこれいい。まあ一箇所ずつ。おい何してるの、大丈夫か。おい、大丈夫なの。まあ、そろそろゲージもあと2ターンぐらいでたまるかな。たまりそうだし大丈夫か。俺たちは俺たちの戦いをしていきましょう。じゃあ、よし、誰、まあ仕方ない、これは仕方ない、今のはもう仕方ないさ。で次もう一回いけるね。もう一回いける。あと2箇所か、なんとか潰せるかな。いけ、なんとか、あと1箇所潰してくれ。オッケー、潰せたね。で怒った時はスピードに変わるのでパワーで攻撃していきましょう。足ね、あ、いや足をこれ潰せばさ、いいリベルの攻撃で多分いけるんだわ。おっしゃ、オッケー。弓じゃない方がよかったか。いや弓でいいのか。弓がダメージあるんだな。いけ、クリティカルでこんなもんってなかなかやっぱ強いわ。はい、残り3分の1、気を緩めちゃダメだね。気を緩めたらこの辺りの敵になるともう即やられるから。何してくるこれ。これ通常に戻ってるよね。通常に戻ってるってことはテクニックだから、パワー勝負間違いないでしょう。当たり、読み間違えたら終わる。まあハートが2つあるからギリいけるか。オッケー、いいよ。パワー、ネルギガの装備
まあ、まだ機械しか作ってないけど、あんまり強いやつじゃなかったよね、ネルギガの装備って。ああ、2回攻撃してくるからね、2回攻撃してくるから、注意パワーだからスピードでここら辺を攻撃しとこうか。おお、一発で潰す、さすが。オッケー。ライドオンする？いや、しない、しない、しちゃダメ。急ぎすぎるとほんといいことないんで、やめましょう。俺は翼を行くか。自分にこっちをお願いして、あ、終わった。もういい、もう終わりだ。倒せるでしょこれで。フィニッシュできると思う。翼どう？よっしゃよっしゃ。うん、昔はあんな強敵だったんだけども、まあ勝てるようになってきたね。経験値5793で S ランク取れてるね。全然取れてる。うん、で今回の報酬はなんかちょっとイマイチだな。ちょっとイマイチだけども、まあいいでしょう。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。